どうもレオです。ポチです。オーディンスフィア続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんかね、そろそろレベル上げないときついかもって言って、前回ほらかなり死にまくったじゃん、と思いつつ、まあちょっと先に進めようかなって思ってます。ちょっと死にながらなっちゃうかもしれないんで、グダグダプレイになってしまうとは思うけど、まあもともとグダグダプレイだったかなって思いつつ、私はこの国に出入りしているやっていく。で、なんでかっていうと、あのね、いつもコメントくれる方がいらっしゃるんですよ。はい、ありがたいことに、すごく嬉しいんですけど、本当にありがたい。わからないからね。そうでね、その人がね、いろいろ教えてくれるんです。はい、嬉しいです。でさ、前にさ、はい、もう前々回とかかな、うん、あのお金のさ、種類、はい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 、何これっていう話してたじゃん。なんか いっぱいあるねとは思ってたでしょ。うん、したらバレンタイン系は取っといた方がいいって言ってた。で、その理由がね、ちゃんとね、もうほんと気も使ってくださる方で、その理由はそのうちわかると思いますって。じゃあちょっと取っとこうか言ってくれたんで、ちょっとまあなんか楽しみも残してくれてるっていうありがたいことなんですね。なので、そうだね、ちょっとね、そこまで一旦たどり着いてみたいなと思ってるんです。もうそろそろわかるのかな。じゃあわかるみたいかな、なコメントだったじゃあ行ってみよう。からちょっとさ、こっち側行くのとこっち側どっちがいいと思います。え、上がいい。あ、上って言ったらボスっぽいかな。こっち、うん、でこっち側行ってみる。そっち、どっち側、左側、左側が、うん、中ボスっぽい。こっちの中、これが中ボスっぽい。うん、わかんないけど、上がこっちが大ボスっぽい。あ、大ボスなんだ。じゃあこっち行ってみるか。わかった、じゃあ行ってみるわ。勘だよ。なんか上の方がボスいそうじゃない？うん、大丈夫、もう。もはや勘でしか動いてないし。キュッて言ったよ。って言ったけど。無視。一旦無視。あ、あ、おじいちゃん、そこも違う。ああ、よかった。危ない。あのおじいちゃん、爆弾投げてくるのおじいちゃんだよ。そうだよね。なんか何もしてこないから仲間かと思った最初。そう、危ないやつなんですね。爆弾しか投げないのか。別に殴ってくるわけじゃないんだね。そう。あ、大丈夫。なんかいっぱいいる。あ、いっぱいいる。いるじゃん。いるじゃん。やだやだ。結構高く飛べる。当たってない。あ、仲間なんだ。危ない、疲れちゃう。疲れちゃってる。危ない。あ、痛い。痛い痛い痛い。あ、死んじゃう。死んじゃう死んじゃう。危ない危ない。飛んでくるなよ。飛んでくるなよ。こうやってやるんだよ。飛んで。こうやって戦うんだよ。そう。飛んで攻撃するのはこうじゃ。そうか。辛いよ。辛いよ。そうだよ。A。A、あ、もう意外とちゃんと戦ったじゃん。うん、もういっぱい種、種、種がね、あ、取れない。あ、もう取れない、もう取れない。 あ、違うのか、下で取ってなかっただけだった。なんだよ、どうしたんだよ、今日は。今日もあれ、もう今日ダメかもしれないな12の、先にね、分かったんだ、これもう新しいの手に入れたんですよ、新しい乳製品を。そうね、これは新しい乳製品っていうか、乳だよ、もう。だからそれもはや、ね、で、これを植えて、うん、さっき保存を出すやつを手に入れた気がする、種を。え、ほら、こうすることでまた羊が生まれる。あ、乳製品からの、乳製品からのこの脱出、あれだよね、この種いいよね。この種いい、
あの何も考えないでいいから。そうだね。足りるかな。毎回思うけど、この時間本当にあれだよね。育てる時間。育てる時間。非効率って。戦ってる間に本当に植えといた方がいいんじゃない。そう、多分そうなの。だけどね、そんな器用なことできないの。おじちゃんは。育った。わーい。来た。あ、取れた。意外に硬いからね。そう、意外に強いんですよ。そんな時にさ、クリティカルしなくてもいいんだぜ。いや、強いから。あとね、こっち側にね、くっとね、あ、痛い痛い痛い。お、コン。よし、コン。出た。やった。やった。これで大丈夫だ。これで大丈夫だよ。じゃあ何があるかな。羊もミルクも手に入れたし、うん、上行ってみるか。そっちボスだったらどうする。そしたらあれだよね、え大ボスかな。そっち大ボスじゃないと思うよ。あ、でもどうなんだろう。わー、きな臭いな。ここボスじゃないかな。わー、おじいちゃん逃げて。危ない、避けて。ボスではなさそう。ボスではなさそう。あ、ボスではなさそう。あのさ、斧持ったおじいちゃんは簡単だよ。あ、ちっちゃいおじいちゃん絶対。いや、あれ簡単ではなかった。まさか。簡単ではなかったよ。まさか。ちっちゃいおじいちゃん来るよ。それに来てる。来てる来てる。来てんな。ちっちゃいおじいちゃん爆弾やだ。危ない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 。本当なんでそこにするんだろうね。もういない。いる。まだいるね。逃げてるおじいちゃん。倒した。倒したよ。ボスじゃなかった。ボスじゃなかった。B。さっきの一撃が痛かったな。あ、ノーノー。マジック、あ、新しいレシピ。ヒール。お、お、回復薬。あ、回復薬。カロッチオとマテリアルゼロ。ゼロ。やった。やったね。あ、マップ。マップ。ここゼロ。早速作る。え、羊肉からの。脱出今日は。ん ?3 だよそれ。これ、これはいいの、これはいいの。これは一回6にするから。ゼロとカロッチョだよ。ゼロ。あった。あった。カロッチョ。カロッチョ。もっと前。違うか、それそれ。あと10もあったぜ。10もあったね。うん。それいいや。すぐこれで。作っとけば。なんか、あったときに。あったときに大丈夫な気がする。さあ、ようやくマップだ。さっきの上なんだったんだけど。ショップだった。ショップ行くべきだったんじゃねえか。こっちボスルートじゃねえか。でも地図手に入ったじゃん。種があるやつ。そうだね。こっち行ってみよう。うわー、いっぱい。あ、いたいた。で、そんなに刺すかい？絶対攻撃するんだ。どうかと思うよ。いた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 。どうじゃ。おー、誰か一人生きてる。生きてる。生きてた。肉を切らせて、物を出す。ご利用しになっちゃった気がするけど、そういうゲームなんだろうか。いる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 。ちょ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 、ダメ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 。じゃあさ、もうあれじゃん。こっちにはあれですよ。考えがあります。こっちも考えがあっかんな。ミルクを飲む。ミルクを飲む。あ、ヒットポイント上がった。お、やった。もうすぐゴイゴイ振ってる。痛い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 。ちょ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 、強ない君たち。サイクロンじゃ
避けられた。飛べるからね。俺も飛べんです。私も飛びます。じゃあ飛べよ。私も飛びますから。行くよ。でもボンドってできるじゃん。すごいな。これで四角押し。本当だ。あ、死んじゃう。やばい、危ない。防御してくれてる。危ない。あ、なめくしてる、なめくしてる相手が。すごっ。C、そうでしょ。C でしょ。C、よく逆に C くれたなのがあるから。こっちから C。怖い。頑丈。そうなんですよ。意外と頑丈なんですよ。種はね、もうね、この辺のちっちゃい種はね、あれだと思うんだ。混ぜちゃう？混ぜた方がいいと思うんだ。なんか6とかって。うん。だらけになるから、カバンが取っとくと。八。じゃあこんぐらいでいいか。で。で？こっちじゃない。ショップに行く？そのショップ目指す。うん。なんかいいもん売ってるかな、ショップ。ま、ショップになんかあるんじゃないかな、その理由が。どうなんだろうか。あ、金貨の理由？うん。まだだろう、もうちょっと先じゃない？まだかな。ちょっとね、来た方が不安だから、どれか食べる。そうだね。銅像だ。ちょ、お前。すっごいぞ、俺今さっき攻撃してたぞ。後ろにいたから何してるんだろうなって見てたら多分。マジで、あの人マジで多分ダイムいたじゃん。違う、後ろにいるのにな。あ、いた。あれ、これもしかして小野のおじさん。小野おじさん。うん、小野おじちゃん。やだ。あ、投げてきた。小野何投げてきた。投げてきた。ほら、あ、飛んでる。あれ撃ってくるのももう狂気だね。そう、死んだと思うね、狂気で。ずるいよね、あれ。あ、いっぱいなんかが出てきてない。いるいる、後ろに。こういう時に種植えれば本当になる。多分そうなの。あ、死ぬ。危ない。ミルクじゃん。肉だった。骨を投げつけろ。ああ、死ぬ。え、強くないあいつら。死ぬ。ミルク。ボリュームすぎるんじゃない。そうだね、もうミルク飲む動画になってるから。また。危ない。痛い。お前は本当、そういうことするの良くないぞ。肩押しだ。危ない。魔法使えばいいじゃない。魔法使おう。オッケー。シャクロン好きだね。遠くに当たるからね。あ、死んだ。ほら死んだ。ざま見ろっつんだ。ここにやろう。まだ一人いる。もういなくない？もういないか。よかった。いた。お前らあるんだろ。そういうこと言ってやらないよ。やりました。C ですよね。いやー。お、怖い。マテリアルゼロ。マテリアルゼロ。で、なんか銃あったよね。うん。これと、うん。カロッチョ。カロッチョ。ヒールじゃん。
もういっぱい最後までいる。よし、大丈夫、HP は。あ、でもどうせショップだもんね。次ショップだから。よっ。ショップに着いた。ショップっぽい音楽じゃない。そうだね、でもショップだよ。あれ、いない、開いた。うっす。雲行きが怪しんで逃げる途中なんだが、あんたはまともそうだ。いるなら何か売ってくよ。あ、本当に、ありがとう。卵。あ、ひよこの話でしたね。ミルク、チョコの実。チョコの実、チョコの実、美味しそうだね。マジチョコではないよね。そうだね。あれかな、なんか見た感じチョコの実、麦チョコみたいと思った。本当に麦チョコ詰まってそうじゃない。本当だ、チョコの実とか。ラグナギンカってさ、1円みたいな感じだけど。そうだね。これよし、よし、よし、じゃあ行くか。行くか。これ残ってるところはどこだ。あっちの左側の上の方。上の方か、うん、あそこにもなんかあるな、あの巻物っていうかレシピっぽいのが。うん、あとは全部行ったでしょ、だって。あとは全部行ったなぁ。うん。うん。じゃあ、今日はあれだな、ボスのとこまで行ってだな。ボスの手前まで行く？手前まで行くにする？ボスまで行くか。行けるかな？行けんじゃない？行けるよ。うん。きっと。もう、ヒールもあるし。うん。そっか、キュッキュ行ってんのはもう全無視でいいの？全無視してるね。本当は多分あそこにカロッチョいるんだと思う。そうだね。とりあえず一旦なんとかボスまで行く。あれ足りる？回復薬とか。回復薬はヒールとあれがあるよ。ミルク？ミルク。ミルクまだあったっけ？多分あるはず。なかったっけな。違う、違う。どうした。チョコの実がある。あ、チョコの実買ったからいいのか。で、あとあ、ほらヒールいっぱいある。あ、そうね。ヒールいっぱいある、まあ、じゃあ大丈夫かな。ヒールがいっぱいある。わかったよ。あ、なんか勇ましいような感じになってるけど、うん、もうこれ敵出てくる。異界の魔物が。やばいやばい、なに、魔物だよ。わあ。え、なんで、なんで、え、なんで、なんで、なんでこれ、え、なにこれ。ちょっと待って待って待って。ケール、ケール、なんか、わわわ、ゲボみたいに入ってる。わわわわ、お父さんも大丈夫？こんなの、なんかあった？え、ちょっと待って、なんかあったでしょ、これ。だからあいつ、きな臭いって言ったの。やばい、やばいやばいやばい。お前、なんだ？回復大丈夫？種植える？種植える？今のうちに。まあ、でも、やっちっちゃった。近くで植える？もうちょっと。つけて、種を残す、実をつける。あぶちゃった。どうせ来る？いないじゃん。あれ、いなくない？いないじゃん。なんだよ。ウエゾンだ。だから近くまで行った方がいいじゃんって言ったじゃん。ウエゾンですよ。あれ、でもさ、敵いなくない？いや、だから敵いない。え、どういうこと？あ、あ、いる、いるじゃん。なにこれ、気持ち悪い。あ、タコみたい。実体化している、冷蔵化している魔物は近くで保存を吸収すると実体化しますみたいなこと言ってる。あー、そう、実体化した。わかんないけど、そういうことじゃない。
ほらほらなった。うわあ。なんだこりゃー。あ、後ろにいるよ。いるね。今でしょ。今ね、ワインどこなんだ。もういいよ。ああ、シューッとして。いけ。あ、出て出て。危ない。お、もう一回。うわうわ。あ、危ない。あ、死ぬよ、もうすぐ。死んじゃ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 なんか、あれ持ってる人みたいなんだよ。ヌンチャク。それそれそれ。ヌンチャクは出てこなかった。すげえバカじゃん。全然違うこと予想してた。まだいんの？いすぎじゃない？うん、でもいない。さっきのなんか足みたいなとこ行ったの。あ、いたいた。まだだ。何言ってんの？魔物がいるよ。それは違うぞ。急にじゃん。今までそんな感じじゃなかったじゃん。ねえ。あ、レシピだ。あと、オムレツ？オムレツ？オムレツ、材料、卵。お題にアリエル効果を1枚いただきます。ぜひ一度文化キッチン、あ、そういえばなんかキッチンあるって言ってたな、どっかに。キッチンあるって言ってた。あれ違う、前回カフェだよ。そうだ、なんかカフェがあるみたいなこと言ってた。カフェどこだったの？どこなのカフェ。なくない？え、この先にあんのかな、このボス倒した先とかさ。え？てかお城の中になんでキッチンとカフェがあるの？そんなおしゃれな お城だったの？ここ。意識高いんだよ。意識高い系。そう、きっと。よし、じゃあもう行くぞ。おう。すげえ不安だけど。四章四幕、うん、ラグナネイブル王女。どうしちゃったんだろう。ちょっと待って、お父様。え、あ、ちょっと同じこと言っちゃった。わしを見忘れたか。え、誰？お前はブリガン。え、冥界の女王はわしを高く評価されてな。魔石をたびたび盗みに来る王大王への懲罰を任されたのだ。見よ、もはや哀れな王は我が同家。ついにこの国はわしの手の上よ。この国の混乱はお前が命じたものか。なんてこった。けがらわしい、王から離れよ。その羽をむしり取り、屈辱と共に殴り殺してやる。お前の魂はわしのおもちゃになるんだ。お父さんと戦うのやだ。四章五幕。もうちょ、出てこいよ、お前。そうだよな。それはずるいぞ。ずるいぞ。そういうの。ああ。ずっと戦うやつじゃん。これ。なんか出してる。わ、後ろにもいる。わ、後ろにも。おお。危ない。危ない。なんか避けて。いた。え、嘘。すげえ痛いじゃん。だって王だもん。いや、ちょ。え？マジで？これ、魔法じゃん。困ったら魔法。危ない、避けて。おー、いいね。いや、違う。危ない、避けて、絶対避けて。くそ、危なかったじゃん、今きっと。来てる、お父様が。何あの人してくれてんの？え、飛んでくるじゃん。それはお父様だから。え、お父さん飛んでくるの？
お父さんで飛んでくるものなの。早く早く頑張って、魔法じゃあ。ケトンじゃあ、お前はなんだ飛んでるやつ。全然減らない、全然減らなかったよ。ああ怖い。お父さん、危ない、危ない、避けて。あ、死ぬ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 、あ、死んじゃう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 。あ、おお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 おなんかないかな。ローマ、ローマ、ラッカ？違う。アンチと違う。違う。なんかあれで物探してるドラえもんみたいになってる。そうだね。どんどんどんマジでマジで。卵じゃね。種植える種。いやダメだ。ダメだこれ。ダメだぞ。ダメだぞ。もう魔法使えばいいじゃない。魔法じゃ。ああ、またでも飛んでくるんでしょあいつ。飛んでくる。そう、飛んできたよね。上からジャンプ攻撃だね、やっぱり。飛んで、ちょっとそれそれ。あ、なんかすげえの。いったー。なになに今の。なんか悪い夢見たんじゃない今。夢か。夢だった。夢だったか。勝筋が見えないんだよ。ジャンプ攻撃だ、それだ。避けて、反対からジャンプ攻撃、そっちから。逆逆逆、いけ、危ない、なんか来る、わー、危ないって。痛い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 。あ、飲んで、なんか、ちょ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 、飲めない、飲めない。おー、口からなんか出した、わー、めっちゃ出してきた、めっちゃ出してきたぞ。口から出したのかな、目から出したのかな、なんか出てきたな。鼻からかな。鼻から出てくるの。鼻血じゃない、鼻血かな。鼻血出してくるの。うん、赤かったし。さあさあ、まずこれを使う。でしょ？デガード。デガード。あ、いや。きついな、お父さん。後ろから。あ、でも、いや、避ける。これはダメ。これはダメなやつ。あと、お前、邪魔だわ。うん、ん？お前、そうそう、今後ろから。これでどう、ちょっとは減ったのでは。危ない、それだ、逃げて。これダメだ、これダメなやつだ。まだ来た、変なやつ。また来た。あ、来た、投げてきた。よし、避けた。そっちに行かない方がいい。あそこで跳ねてるから。あ、戻ってきた、戻ってきた。最悪だ、あいつ。あと消えた。あ、消えた。それぞれつける。
すいません、はい、お父様の後ろから殴る。お父様今何してるの？お父様今ジャンプしてる。飛んでる。後ろから殴る。危ない、後ろ見避ける。そう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 、後ろから危ない、見避けて。じゃあ逃げて。これダメ、これ逃げる。敵は逃げる。そして投げてくるから。投げてくる。あいつが邪魔だ。避ける。避ける。そしてあいつを殴る。そして回復する。そろそろ。危ない。おお、はあ、はあ、奇跡。回復は。お父さんまた鉄球持ってんじゃん。すぐ鉄球持つじゃん、お父さん。大丈夫それで。あ、鉄球飛んできてる。鉄球だ。あ、そうそう、やっつけたい。あいつ鉄球に潰されねえのかな。あ、消えた鉄球。お父様危ない。後ろから、そうそう殴る。危ない危ない。鼻血後ろからそいつやっつけろ。 OK。 何邪魔。ジャンプして後ろから。あ、危ない、鉄球だ。あ、鉄球だ、鉄球だ、鉄球だよ。投げてくるから。鉄球がダメだって。あ、どうしたどうした。え、鉄球だ、どこ行った。鉄球投げなかった。優しさ、危ない。危ない、早く。ああ、もう鉄球だ。鉄球、また鉄球持ってるあいつ。あれ、投げない。なんか変な動きしてる。鼻血、鼻血、勢いがいい。すげえ鼻血、勢いある鼻血出してる。ジャンプ、後ろから、後ろから殴る。あ、鉄球が逃げて。すぐ鉄球持つ。もう鉄球投げてきた。避け る, る。飛ぶ。鼻血。鼻血。鉄球戻ってきた。戻ってきてるよ。やだやだ。あ、消えた。消えた。攻撃力2倍もう消えてんじゃね。消えてる、とっくに消えてる。海洋圏などとっくに消えている。2倍しない。ここで2倍するか。うん。あ、2倍したけど鉄球向こうも持ってる。あいつも2倍だ。よし、まだ2倍どころじゃないんだよ。あれ3倍だ。後ろから逆じゃ、逆じゃ、逆、反対反対反対、そう。あ、結局戻ってきた。もう消えた。どう、いけ。はあ、倒した。よかった。お父さんでも生きてる。どうなの、出てけよ、このバカ。出てけよ。お父さん大丈夫かな。お父様、元に戻られたのですね。グエンドリン、よくぞ帰ってきた。大事な用があり、あえて金を破りました。これをお持ちください。キトレルの指輪です。でかしたぞグエンドリン。渡しちゃうの。オズワルドを導いたことはやはり正解であったか。導いた、どういうことですかお父様。あの男と取引をしたのだ。竜を殺せばお前を与える。お前だ。そう、お前。あの男は見事にお前を勝ち得た。そして指輪は世のもとへ。この度の働きでお前の罪は許されよう。戻ってくるのだ娘よ。名誉は回復された。黒い剣士オズワルド。いや、どうかと思うよ。どうさん。いいえ、私の戻るべきところはもうここではありません。そうじゃ。グエンドリン、ホイトマオ王が天と共に検証であられますように。やっぱ惚れてんな。そうな。うん。でもグエンドリンも成長したね。うん、成長してきた気がするよ。今までお父様お父様だったのに。うん、親離れ。
した。だな。いやー、でも、なんか例の一つぐらいないんかねっていう話ですよ。そうだよね。まあ、名誉回復したぞとか、でかしたとか言ったのが、あれなのかな。それはでもなんかあれじゃん、指輪に対しての、ね。指輪を持ってきたことに対してのあれじゃん。なんかね、違う、ね。違うじゃん。いやー、しかし、あれですね。当初掲げてた目的の、効果の、あれについて分からずじまいでしたよ。ああ、お金のね。うん。そうね。まだこれから分かるということで楽しみにしていきたいね。そうですね。楽しみにやっていきたい。バレンタイン系は取っとく。それは忘れない。そして。おじいちゃんだからすぐ忘れちゃうから。そう。そして、あいつが強かったってことだけは分かった。うん。うん。いやー、なんとか倒しました。はい、はい。じゃあ今回ここまでにしましょう。はい。はい。よろしかったら高評価、チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。